海州市は朝鮮民主主義人民共和国の南西部の黄海南道の道と水産資源、地下資源に恵まれている。ここの海岸の砂は韓国にも輸出される。首都平壌から1 0 0トルほどに位置する。海州湾に面し、港湾都市である。北には主要山がそびえる。26道、五里を管轄する。朝鮮以降大砲軍に属しており、は 内見骨群、池城、長池と呼び、白木文部を移行監修に所属してから、762年幕地と、解消し、地勢を積んで大陸方面の前衛部に、重要視されてきた。高麗大祖は海に臨んだわけで、海州と命名されて、青州は初めに薪を置き、続いて、節度市を置いて、建造の時に、節度市を廃止して四と五府の一つである、安政と五府を置いた。 英僧の時に大都五府に昇格し、高層の時に牧に還元して、朝鮮に継承した。航海君の時に一事件に降格されたが、人祖元年に回復され、1895年23府を設置して、改修府となり16軍を管下に置いて1896年13、道を設置して、航海堂の道庁所在地となった。この不死の出展科学、セメント、 造船などの工業が発達している。また、水産業が非常に盛んで、米、果物などの生産も盛ん。ありがとうございます。